どうもノーサプラミットの伊達と春人と普段はメジャーデビューもしてるバンドマンですが、視聴者またはその知人が実際に体験した怖いお話、お願いします。このコーナーでは視聴者またはその知人が実際に体験した本物の怖い話を送ってもらっております。俺の霊感ちょっとずつ上がってる感あるな。蓄積されてる感あるわ。何回関与なんでそう思ったの。変なところで立ちくらみしたりとか増えた。疲れてんだよお前。疲れてる。休めもうちょい。変なところってどんなところ。気になるわそっち。では今日もやっていきましょう。一、はい、人目、ゆうさんから届いた怖いお話。AI の怖い話です。一回水の中に iPhone を落としてしまったんです。でもすぐ助けたので何ともなかったと思ってたんです。ですが一人の時に暇になって Siri とお話をしていたら、 Siri が舌打ちみたいなのをしてきたんです。 Siri は水没させられたことを根に持ってるかもしれません。あんの動画、シリとお話ししている、まあ、それがちょっと怖いんだよね。そうなんですよね。そもそも暇でもやっぱシリとお話ししませんからね、と舌打ちの瞬間が撮ってあるってことなんで、はい、聞いていきましょう。友よ、それはあなたです。あなたは世界で一番美しい存在です。ガチじゃん。もう一回聞きます。友よ、それはあなたです。あなたは世界で一番美しい存在です。タイガ最近再現できる人だろ。タイガ友よ、それはあなたです。あなたは世界で、いや、ま、お前かそれ。動画編集しててさ、たまにつなげブツってなる時あるじゃん、うん、それに近いやつじゃないのか。設定見てほしいんだけど、画面録画って外の音を拾うっていう設定もあるから、ああもしかしたら外の音かも。外の音拾いながら画面収録しててっていう可能性がある。あと何が怖いって、Siri を Siri、この世で一番美しいのは誰って質問したの後のこの返答やからね。ああ何聞いてんの Siri に。やばいやばい。プリンセス。続きまして、西野ひろとさんから届いた怖いお話。僕はウーバーの配達員をしています。注文が入り店に取りに行き、配達先まで行きました。配達先がマンションで、毎回マンションの外でバッグから商品を取り出し、手に持ちながらピンポンを押しに行きます。そして301号室だったので押して開けてもらいました。入る前にエレベーターがあり、そこに60代ぐらいで180センチぐらい身長があるおじいちゃんがエレベーターを開けて待っててくれていました。手でおいでってしてくれて、ありがとうございますって言って乗りました。そして3階のボタンを押して上がっている時に、最近事故多いから気をつけてねと言われ、すごい優しいおじいちゃんだなと思い3階に着きました。このマンションはエレベーターを降りたら1本しか道がないマンション。そして301は手前の部屋です。置き配でしたので商品を置き、写真を撮り、後ろを振り返るとエレベーターは開いたままでした。そしてエレベーターに乗り下に降りました。下に降りた時ふと思いました。おじいちゃんはどこ行ったの。確実におじいちゃんも一緒に降りたら一本道なのでわかります。すごくいいおじいちゃんだったのでよかったですが、これが攻撃タイプだったら恐ろしかったなと思いました。タイプだから例のタイプ的に、はいはい、あ、じゃあ例は確定な。そうだよね、エレベーターが開いたまま、しかも置き配でってことはパッと言って写真撮って一緒に降りたら分かるしね。うん、そうそう、301だから手前だから一番。しかもこれはあるある話ですって言ってるの。あるあるなんですか。だからウーバーの界隈というか、まあそういう配達をしている人の中では結構ある話。エレベーター俺怖いんよね。いやいや、お前とエレベーター乗る方が怖いよ。いやいや、パシフィコの手越くんのフェスにタイが出てるから見に行こうってなった時に、パシフィコの手前のエレベーターで乗ってくるおばさんが乗ってきた瞬間にこいつシベル押してガーンってやって、ああすいませんすいませんとか言って、怖いそう。最近俺開けると間違えてシベル押す癖あるんだよ。続きまして、
ファッキン田中さんから届いた怖い話。なんか YouTube とかやってる。わからん。おもろいな。か、熱狂的な田中さんのアンチか。確かに、うん。いつも楽しく動画を拝見させていただいております。実際にあったことで、現在進行形で怪奇現象が起きているため、送るか悩んだのですが、送らせていただきます。実際にあった内容のため不謹慎と思われる方や気分を害された方がいらっしゃれば先にお詫び申し上げます。すみません。おー、こんなさ、先にお詫び申し上げれるやつの名前がファッキンでいいのか。確かに。この方、動画あります。私の住む実家のマンションは11階建てで、私はその10階に住んでいます。1フロアに2部屋しかないマンションで、私の部屋は玄関から入ってすぐの部屋です。隣には若い夫婦も住んでおり、ご近所付き合いもしやすいため住み心地のいい家でした。わかりにくいので家の図を送ってくれています。こちら。私はバルコニーの近くにベッドを置いていて、玄関にも近いため隣の人の音は大きめの音や重低音であれば割と聞こえました。しかし、ある時を境に夜になると隣の部屋から玄関かミニテラスを経由してドンドンボンボンというような音が聞こえるようになりました。決まって夜に聞こえるのですが、不規則なリズムで鳴り続け、私は直感的に何の音かわからないけど怖い、聞いちゃダメな気がすると思い、当時23歳になったばかりでしたが、母親に頼んで音の聞こえにくい別室で一緒に寝てもらうほどでした。この音が数日続きましたが、朝には音も聞こえなくなるため、いつも通り仕事に行き、帰宅すると家のロビーや入り口付近に警察が何人か立っており、マンション入り口まで続く通路には血痕がついていました。翌日になるとマンションのロビーに張り紙が出ており、各部屋のポストにも同様の用紙が投函されていました。内容は具体的な回数は掲載されていないものの、バルコニーのついている部屋から飛び降り自殺が起きたとのことでした。驚きはしたものの現実味がなく、にわかには信じられませんでした。しかしその3日後、隣の部屋が急に空き家になっていました。母に隣の部屋について聞いたところ、あの若い夫婦のご主人が一人で片付けをしている姿を何度も目撃したとのことでした。いつもニコニコしている人だったのですが、ひどくやつれていたそうです。もしかして隣の人がと思いましたが、怖くなり考えるのもやめました。それから夜の音はぱったりなくなり、音のことも忘れて日常を過ごしていました。しばらくして風の噂で聞いたのですが、バルコニーには鉄製のパイプのような手すりがついています。その手すりを自力で壊して飛び降り自殺をしたという噂を耳にしました。もし噂が本当なのであれば、私には夜に聞いていたあの音がその鉄製の手すりを叩いて外している音に聞こえてなりません。中は空洞なので、確かに叩くと同じようなボンボンという音が鳴るのです。それ以降、玄関の人感センサーでつく照明が誰もいないのに夜中に点滅し続けていたり、私の部屋のドアが何度もノックされ、開けると廊下には誰もいなかったり、家には誰もいませんが、ドアの前で誰かがボソボソと小声で話している声が聞こえたりと、怪奇現象が今でも続いています。動画行きましょう。それいつ撮った？まだ聞こえるってことか、亡くなった後。そっか、確かに。だって亡くなってから点滅、人感センサーを反応するって言ってたもんね。そう。じゃあ霊、がまだ飛び降りようとしてるってことじゃない？じゃあその夫婦の奥さんが飛び降りちゃった。そういうことだよね。で、まあこれ、あの、場所のね、バレるのを避けるために出さないでほしいってことなんだけど、うん、実際にポストに投函されてたっていう書類もあるんだよね。バルコニーから敷地内で飛び降りる事故が発生しました。というか、今でも続いてるからって言ってるんで、何かないことを願いますけど。そうだね。ということで、以上が視聴者またはその友人が実際に体験した怖いお話でした。ちょっと、すべての幽霊を否定するようなこと言っていい？
やいやいや、本当に言うの？いや、言う。大丈夫？言わして。はい、これは、自殺に関してなんですけど、はい、死にたくて死んだ霊が何かやろうとするのは、ちょっとおかしくないですか？辻褄合わなくないですか？ああ、まあ確かに。事故で亡くなったりとか、その自分が意図してない亡くなり方をしたならわかるんよ。けど、自分で自ら亡くなったのに、まだなんでそういうことするんですか？それを全部否定するようなこと言っていい？なんかで見たんですけど、自殺した人の顔を見る職業の人がいて、警察とかさ、刑事さんとか、うん、でたくさん見てきたけど、一人も幸せそうにしてる顔の人はいなかった。全員が全員自殺しなきゃよかった、苦しいっていう顔をして亡くなってるっていうのを聞いたのよ。ってことは、死ぬ直前までは死にたいと思っているけれども、まあ飛び降りた瞬間だったりとか、そこで後悔が勝ってるんだっていう顔をしてるらしいよ。はあはあ。だから結局は未練が残っちゃうんじゃないかな。死んじゃダメだってこと？いや、そりゃそうよ、もちろん。イマルよ。はい、イマル、生きてるだけで丸儲け。あ、いや、そんな意味あったん？イマルって。そう、イマル、道川、さんま、しの、一二三四。なんでそんな詳しいの？さんまさんの家庭のこと。いや、さんまおろすよ。なんやそれ。いや、聞いた聞いた話です。ということで、まだまだ皆さんからの怖い話を募集しております。証拠があるものに関しては 100% 動画で紹介させていただきますので、ぜひとも僕たちのバラエティ公式 Twitter の方に DM で送ってください、はい、その他の証拠がないものもどんどん募集しておりますので送ってください、はい、では次回の怖いお話で会いましょう。さよなら。なんかサスケの技みたいな。確かに。カトンカトン。結構かっこいい動画で狙えるようになってきたんですよ。Yeah.